宮沢どうですか、宮沢さんの印象いいよ、そんな気使わなくて別に印象っすか、早く言えや早く言え、めちゃくちゃいい先輩です。よろしく教えてね。いや、飲み仲間いや普段は真面目っていうか真面目なんですけど、なんか裏で人を小馬鹿にしてるタイプですね。どっちかというと表立ってはね、そうっすね、そうっすね。これ後で言われる、これ変な絡みしてきましたねみたいな、まあ、楽しみですね。あのここ決勝に行くことをすごい目標にしてましたし、それを期待してくれる人も多かったんで、まずは行けてホッとしてる、試合終わった瞬間ホッとしましたし、すごいワクワクしてます今も。ひろきさん同様ワクワクしてますし、チームとしてタイトルを初めて取れるっていうのは、まあ、その手前まで来てるっていうのはすごいワクワクします。やっぱたくさん人来ますしね、あのやっぱサッカー好きの人がみんな注目すると思うから、菅は緊張するでしょう。ガチガチでしょ。緊張しないことないです、基本。ガチガチっすわ。あ、そうなんですか。いつも緊張してんの？いつも緊張します。ファーストプレイとか、マジで緊張します。そこミスったら、ミスったら落ちる。メンタル弱いんだよ。これまずい。僕もやっぱ、ハイ抜きでやってて、コンサドーレ札幌がこういう舞台で戦うのを夢見て1年1年やってきて、本当チームのためにやってきたんで、こういう舞台で戦えるってことは嬉しいですし、こういう場で勝つためにやってきたので、なんとか優勝してカップを掲げたいなという思いもあります、ね、チームとしてモチベーションは高いですし、このルヴァンカップ絶対取るっていうところに向かってチーム一丸となってますし、本当に全国のサッカーファンが注目している舞台でしっかり結果を出せれば、また札幌っていうチームの存在、やってるサッカーっていうのを発信できていると思うんで、本当絶対いいサッカーして優勝したいなと思います。キャプテンなんで、チーム初めての舞台なんで緊張もすると思うんで、そういったところを見ながらなんか緊張をほぐしてくれるけど、なんで俺がそういうことをまず緊張をほぐさないといけない、やってもらいながら、本当役割はピッチではピッチではそう、守備でも攻撃でも全ての位置にどこにでも顔を出すひろきさんで、まあそういったところに期待します。どこでも顔出せと、はい、顔出しがしま90分間チームのために走ることがやっぱ菅の売りでもありますし、一番の強みだと思うんで、本当チームのために戦ってる姿っていうのを見たいと思いますし、あとは最近本当チャンスに顔を出すことがすごい多くなってきてるんで、飛び出したりクロス上げたり、まあ、そこの決定的仕事っていうのはやってほしい部分ではチームとしてはありますね。あとはあわよくばゴールして派手なパフォーマンスを期待してます。なんていうんですか、こういうプロフィールだよっていうので、やっぱ小樽の水産高校で魚をさばいてたんだよっていう、魚をさばいてた選手がこんなプロの舞台で大勢の前で走ってんだよっていうのは分かってほしいよな。魚さばけますか、な、今は分かんないですよ。さばけるんで、その時はさばきますけど、やっぱ自分たちも攻撃売りにしてるチームだし、川崎さんも攻撃主体のチームなんで、まあ、お互い攻撃をしっかり出せれば面白いゲームになるんじゃないかなと思いますけど、やっぱ試合巧者だと思いますし、向こうはああいう舞台に慣れてる選手が多いですし、まあ、自分たちはその空気に飲まれないように、緊張とかがいい風に作用すれば本当爆発力のあるチームだと思うんで、まあ、まずは楽しむことが大事かなと思いますけど、はい、
川崎の選手では僕は家永選手に結構注目してるっていうか、その去年とかも試合で対戦したりしても全くゴール取れないですし、持ち方だったりとかそのどこに出してくるとかも全然やめたりしなかった。その決勝でもマッチアップになると思うんで、まあ、しっかりそこを潰せるようにっていうか、まあ、やっていけたらっていうふうに思ってますね。菅ではないですいやでも武蔵とか準決勝もすごいゴール決めてくれましたし、なんか決勝でもなんか武蔵が決めて勝つっていうのがすごい一番絵になると思うんで期待してます。その展開にもよると思いますけど、本当自分たちがボール保持する時間を長くしていくことが大事かなと思いますけど、なかなか川崎さんがボールをずっと持たれてる試合ってあんまイメージがないので、本当自分たちがしっかりボールを保持していければちょっといつもと違うなって感覚が持ってもらえると思うんで、まあ、そこで自分たちの攻撃の良さを出していければいいかなと思います。僕がゴールを決めてコンサドーレ札幌を優勝に導きます。応援よろしくお願いします。サポーターの皆さんが待ち望んでたルヴァンカップ決勝にたどり着くことができました。あとはその舞台を一緒に楽しんで勝って一緒に歴史に名を刻めるように頑張っていきましょう。応援よろしくお願いします。決勝は埼玉スタジアムで行われるので、ぜひ応援に来てください。また来れない方はフジテレビでテレビ中継がありますので、そちらで観戦して応援してください。よろしくお願いします。